皆さんこんにちは。いきいき健康情報の時間です。さて5月31日は世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間とし、タバコの煙から健康を守るための運動を実施します。そこで今回のテーマはタバコの煙から体を守ろう。タバコを吸う方にも吸わない方にもタバコについて知っていただきたいと思います。体に悪いと分かっていてもやめられないタバコ、不思議ですよね。そうですね。タバコって一体どんな物質でできているんですか？はい、説明しますね。タバコの煙に含まれる代表的なものがニコチン、一酸化炭素、タールで、悪玉三兄弟とも言われています。ニコチンは毒物に指定されていて、依存症を引き起こすなど体に悪影響を及ぼします。一酸化炭素は体の中に酸素を運ぶのを阻害し、心筋梗塞や脳梗塞、呼吸器疾患など命に関わる病気を引き起こします。火事の時に煙をまともに吸ってしまうと命の危険がありますよね。それだけ一酸化炭素は有害なんです。そしてタールには発がん性物質が含まれます。粘り気がある油状のベトベトの液体です。1日にタバコを20本吸う喫煙者は1年間に約コップ1杯分のタールが肺の中に取り込まれてしまいます。これだけのタールが体の中に取り込まれてしまうんですね。はい。さらに心配なのが、この煙を周りにいる家族、子供が吸ってしまい、肺の中に取り込まれてしまうことなんです。それは心配ですね。はい。みんなで健康を守りましょう。それでは次にタバコに関する質問にお答えするコーナーです。これから禁煙に取り組まれる方、正しい知識を身につけてくださいね。タバコを吸うとイライラが解消するのでタバコはやめられないという方が見えますが、本当でしょうか？答えは×です。タバコはイライラを減らすどころか増やしてしまいます。喫煙後30分も経たないうちに血液中のニコチンが少なくなり、イライラの症状が出てきます。これをニコチン切れ症状と言います。つまりタバコがイライラを招き、もう一本吸うことでイライラを抑えるという悪循環なんです。ニコチン依存の強さには個人差があります。ニコチン依存の強さを一番簡単に知る方法が、朝起きて30分以内にタバコを吸うかということです。起きて30分経たないうちにタバコを吸う方はニコチン依存が強く、自力での禁煙が難しいとも言われています。起きてすぐタバコを吸っていないか、喫煙者の皆さん思い返してみてくださいね。続いての質問。禁煙するために低タールや低ニコチンと表示されたいわゆる軽いタバコに変える方がいますが、これは有効でしょうか？はい、これも答えは×です。軽いタバコというとニコチンやタールの量を減らしているような気がしませんか？実はタバコの歯の中身は同じ銘柄であればほとんど変わらず、フィルターだけが異なるとも言われています。軽いタバコは本数が増え、タバコの煙を深く吸い込んでしまい、がんのリスクが高まる恐れもあるんですよ。軽いという言葉に安心してはいけないんですね。最後の質問。
禁煙は少しずつタバコの本数を減らすよりもスパッと吸うのをやめる方が効果的でしょうか？はい、答えは丸です。タバコの本数を減らすことで喫煙の間隔が長くなるとニコチン切れ症状がより強くなります。すると次の一本を非常に美味しく感じてしまい、タバコをやめるつもりが離れられなくなる恐れがあります。本数を減らすのはかえって逆効果になるかもしれないんですね。愛煙家の皆さん、この機会にご自身のため、愛する人のためにぜひ禁煙しましょう。一定の基準を満たし、医師から治療が必要と判断されれば、病院で禁煙治療を受けることができますよ。また、禁煙をサポートするために、噛む、貼る、飲むのグッズがあります。ニコチンガム、ニコチンパッチは薬局でも買うことができますよ。飲み薬は必要に応じてお医者さんから処方してもらうことができますので、ご相談ください。松阪市では禁煙週間の期間中、健康センターや各振興局で禁煙相談を行うほか、ポスターの掲示、タバコの資料配布を行っています。禁煙すると肺の働きが良くなるほか、食べ物が美味しく感じられたり、家族や友人に喜ばれたり、タバコ代の分を貯金できて旅行にだって行けちゃうかもしれませんよ。愛煙家の皆さん、ぜひこの機会に禁煙にチャレンジしてください。タバコの煙から体を守り、健やかに過ごしましょう。それでは最後に、6月に開催します講座のお知らせです。6月15日水曜日、ハートフルミクモ保健福祉センターで元気な体講座、体が喜ぶおうちご飯を開催します。手軽にできてバランスバッチリ、旬のメニューを作って食べましょう。対象は市内在住の20歳から64歳の方です。ぜひご参加くださいね。さて、生き生き健康情報、次回は野菜を食べよう、生き生きクッキングをお送りします。来月の放送もお楽しみに。